はいどうもこんにちはこんばんは、サクエです。今回ですけども、こちらレムのねモチーフ武器のフォームチェンジについて説明いたしたいと思っております。で今回、通常の、ね、フォームチェンジ変わるんでどんな感じに変わるのかっていうのをお見せしようかなと思っております。ではまあ行きましょうか。こんな感じですね。で、チャージ武器、チャージかな、まあ、こんな感じと、あとはねこれ範囲が広くなってますね。で見ての通り攻撃速度がないとめちゃくちゃ遅いです。でブラッド S1 に攻撃速度アップがついてるんですけど、このね強化とかはもう全部無視でフォームチェンジにされちゃいます。それとまあ攻撃速度、こんな感じでまあ 50% アップでこのぐらいなのでそれなりって感じで、攻撃速度がついてないと正直あんまり使い物にならないのかなというところで感じたところかなということで、まあざっくり簡単なんですけどね、まあレムのねモチーフ武器のフォームチェンジについて、まあ、こんな感じですよっていう説明ですね。まあ、攻撃速度がついたキャラクターに持たせるんであればいいかと思いますが、そうでなければあまりそこまでじゃないかなという感じですね。まあクルリンコロリンタップか、これはまあ範囲が広くなるのでそこそこいいかなとは思います。ということでご視聴ありがとうございました。では